皆さんこんばんは、未確認生物研究家の中澤武史です。皆さんこんばんは、オカルト研究家の山口倫太郎です。はじめまして、サイエンスエンターテイナーの飛鳥昭雄です。20世紀を代表するエンタメの王様といえばテレビ。そんなテレビでは今まで数々のオカルト番組が放送されてきました。しかし現在テレビ絶対王政の時代は崩れつつあり、オカルト番組もそうした中で変わらざるを得ない状況にあります。そこで今夜はオカルト番組に出演経験の多い我々3人がオカルト番組の実際の姿とエンターテインメントの具体的な関係性を含めて解説していきたいと思います。新たなオカルトエンタメ時代はすぐそこに。それでは早速授業を始めましょう。アイアムオカルトエンターテイナー。はい、というわけで、まあ、私と山口先生はこのオカルトエンタメ大学、まあ、何度も出演させていただいてもらってるんですけれど、今回初めて、参加いただきました飛鳥昭雄先生。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡単に自己紹介。はい、サイエンスエンターテイナーの肩書きで、はい、オカルトを科学をぶち込んで、はい、それでより分かりやすく広めるというお仕事ですね。はいはい、そうですね。もうなんか、うん、もう芸歴っていうか、デビュー何年目ぐらいですか。もう40年以上ですね。あ、僕だから81年生まれなんですけれど、うん、小学生の時に飛鳥先生がご自身を主役にして書かれた漫画で、ショックサイエンスっていう、あ、まあ、世界中の超常現象の謎を解く漫画、まあ、漫画なんでやっぱ子供でも手に取りやすいんですよね。うん、でそれを読んだことで初めてその研究家の名前をちゃんと意識したのは飛鳥先生が僕は初めてなんですよ。それまで読んでた方の作者名っていうのは、まあ、後から分かりましたけど、当時は意識してなかったので、そういう意味で言うと初めて意識したオカルト研究家みたいな活動されてる方っていう印象 でやっぱりその後いろんな本とかテレビとか見てても、飛鳥さんの出した情報っていうのは割ともう、いろんな人がまあコピーというか、まあ、意識していろんなところでこれ元ネタ飛鳥さんの本に書いてあったやつだなっていうのをいろんなところで見受けしてましたし、それを公言するかどうかは別として、うん、僕も間違いなく飛鳥説の影響を受けてきている世代の一人なので、まあ、今回こういういろんな方々に影響を与えた飛鳥先生がこのエンタメ大学来てくれて、僕としてはすごい嬉しいなと思っております。もともと情報ってほら、はい、僕も僕以前の人たちの情報を参考にしてるからね。はい、みんな持ち回りです。まあそうですね、もう発信したらもう僕のもんじゃなくなっちゃうんで、はい、うん、いやでも科学とオカルトを融合させたというのは、はい、飛鳥昭雄の実、はい、功績なんですよ。今まではオカルトはオカルト、科学は科学だと、うん、それをガッチャンコしたったのは飛鳥先生の仕事だよね。サイエンスエンターテイナーで、このエンターテイナーっていうのを持ってきたのはやっぱり大きい発明だったなと思うんですけど、あれでね、はい、ちょっと僕も肩の荷が下りた。ガチガチのサイエンスじゃないんで、うん、そうですね、うん、まあ、でもエンターテインメントとして見てくださいねっていうのを、うん、まあ、自分から言うっていうのは結構でも勇気いるなと思うのは、本当に漫画家だから、うん、あ、まあそうですね、そう、漫画はエンターテインメントだから、ね、僕は、まあ、飛鳥先生の方、まあ、漫画から最初入ったんですけど、うん、そもそもは別にそのオカルトに行くぜって言って入ってきた人じゃなくて、漫画家で、うん、その中でそのオカルトをテーマにした漫画がブレイクしたことによって、まあ、人生が大きく変わる。漫画も飛鳥先生の漫画特徴だったのは、はい、自分を主人公として出した、ね、だから、はい、あれは俺のこの黒歴史なんだけど、いやだにこの黒歴史が未だにムーの別冊付録になってますからね、あの漫画のやつ。まあ多分僕みたいに影響を受けた人はいっぱいいると思うんですよね。で、まあ、僕は割とその飛鳥先生好きって公言してるんですけど、ああちゃんです、この人絶対飛鳥さんの影響を受けてるのに、多分言うと自分の説ってじゃないっていうのがバレるのが嫌で隠してるんだなっていう人もいっぱいいるな。あ、そうものすごい飛鳥説使ってる人、僕やっぱりいろんな人の本とか、あの YouTube の動画とか見てても思う。 YouTuber の若いやつら全部飛鳥先生のコピーですよ。まあ、全部かは分かんないですけど、でも相当多いですよね。でも確かに飛鳥先生の、まあ、例えば飛鳥先生が主張されてる地球の内部に、はい、まあ、アルザルっていう異世界があるっていう話があって、はい、まあ、まあ、いろいろ有名なんですけれど、はい、
YouTube でオカルト系の人の見てると、うん、本当にあるざるの話とか多いんですよ。あ、そうなの、はい、うん、そう知らない。またこれ飛鳥先生ご存知ないので、はい、なんか密告するみたいになっちゃうので嫌なんですけど、飛鳥、うん、先生が紹介していたあるざるの写真とかも、うん、YouTube ではバンバン、うん、それやばいな、これ。あれ俺これあんま言っていいかどうか向こうからちゃんと俺判決でちゃんと持ってるやつだけど、あ、まあ、YouTube 無法地帯なんで。あ、そら仕方ないか。あのアルザルの地下のあの写真、はい、川の、あれも勝手に使ってたり使ってますね。あと飛鳥さんの本で出てきてるユーマの写真とかも YouTuber もみんな使いたい方で、レンちゃんのアトラスからちゃんとあの僕はちゃんと支払いもちゃんと来ますからね。まあそこら辺がまあ厳密に言うと違法なんでしょうけど、 YouTube の世界ってちょっと何ですか、ブログとか SNS の延長線上みたいになってるんで、うん、まあ、なんとなく多めに見られてるって感じになっ、うん、まあ飛鳥さんの、あ、いや、あのでもね、あれそれで商売してなきゃいいんですよ。商売してますよ。でも YouTube で広告収入なんで。実はあのこのオカルトエンタメ大学ではこの3人揃うのは初めてなんですけれど、別の番組とかではこの3人でよく中澤の部屋とか、まあ、それはあるんですけれど、あの CS のね緊急検証っていう番組とかではもうずっとこの3人、もう長いですよね。いや、もうもっと前の関西テレビの未確認思考物体で、はいはい、2人はそうですね、飛鳥先生と僕が共演した。そうそうそう、それから、それ最初、それであの最初あの寿司屋で飯食ってて、ね、あのこの新しいオカルト雑誌作るけど、はい、ムーの対抗馬お前やんないかって言って、飛鳥先生がするんだよ、ムーだから、はい、アトランティスいいんじゃねえかって。ああ、ありましたね。である出版社で書かれて、うん、アトランティアという、はい、ね、初めて。結構山口さんの人生にも結構大きく関わってきてるのが飛鳥先生っていう、まあ、そうだね、狭い世界だからな。あの頃はほとんどオカルト研究家っていなかったもんね。ああ、でその後僕と中澤君があるんだよね。はい、そうです。だからあの本は飛鳥先生のももちろんずっと読んでたんですけれど、うん、直接の出会いは僕は山口先生が早くて、で、うん、僕はもう山口先生と出会った時から、うん、飛鳥先生がすごい好きなんですってずっと言ってたので、うん、あの飛鳥さんと会う時に山口さんが、うん、あの飛鳥さんと会うけど中澤君来るって言ってくれたんで、その時は僕何の仕事でもなかったんですけど、うん、単に飛鳥さんに会いたいって言ったんでついてって、うん、あれ何だったっけ、何に来たんか、僕の関わってないお二人の出てる番組の打ち上げかなんかだったと思う。打ち上げだった、打ち上げだって居酒屋だったイメージ最初にあった時に、で、多分あれは撮影中ではなかったと思うんですよね。なんだろう、あのかぶりもしてた、してました、してました、はい、なんで、まあ気使ってちょうど紹介してくれ、そしたらその数年後に、まあ、あの同じ番組でもご一緒させてもらうようになったっていう流れな。ちょうど大体年の差が一緒なんですよ。あ、そうなんでしたっけ。あ、確か16、7年ずつ違うんですよ。面白いね、世代は。そうかもしれないですね、ジェネレーション的に言うとね、はい、なんか今3つの世代が、おー、すごいな。いやでも本当小学生の頃から僕はなんか僕のあくまでオカルトファンとしての歴史で言うと、小学生の時に飛鳥先生の本出会って、うん、で大学生の時に山口先生の本出会ったんですかね。なんかどっちも結構大きい。じゃあ俺たちから洗礼を食べたもんや。いや、もうそこは間違いないですよ。それで生まれた子が台風人間よ。台風人間まあそうです。いや俺認めてんだよ。はい、ありがとうございます。あのスサノオとほとんど一緒やから、はい、いや、本当に出し方は変えないと、うんうん、真似になっちゃうじゃないですか。そういう意味で言うと、はい、僕は今の飛鳥先生の仮説をそのまんま YouTube に流してる人のやり方は嫌なんですよ。あ、なるほど。影響を受けてますよ、うんうん、でもそのまんま飛鳥先生の本に書いてあったこととか山口先生に書いてあったことを自分の仮説みたいに言う人にはなりたくないっていうのは僕のあるんで、僕なりにやっぱり形は変えなきゃっていうのは結構シュベール文明の話を俺がすると、はい、シュベール文明はなんとかなんとかさんのパクリだ、はい、YouTuberの人 YouTuber は言うんですよ、はいはい、いや、シュメール文明って、ね、なんとか君が生まれる前から言われてますっていう感じなんだよね、うん、だから、まあね、知らないんだよ。ビートたけしの超常現象 X ファイルかな、うん、は面白いと思いますよ。地上波のオカルト、うんうんうん、まあ、もう20年以上やってま す,、ね、てますけど、ここ12、3年は僕が出てますからうん、否定派を徹底的に追い詰めてますから。あ、リズムで、ね、肯定派がいじめられてた10年間、うん、で今の10年間僕が逆にリズムで否定派を追い詰めてますからね、う
まあ、あの番組僕は、だから中学生ぐらいの時から視聴者として見てたんですけど、うん、まあ、確かに山口先生が出てからちょっと特に初めて出た年ぐらいは変わったかなっていう感じなんですけど、なんか時期によって変わるんですけど、まあ、あれって頂上決勝ある派ない派の喧嘩の番組じゃないですか、うん、喧嘩パートが昔は長かったんですけど、うん、ちょっと減りましたよね、うん、いや否定派の大槻教授があんまり否定する元気がなくなってきちゃったから、うん、もう年だし、あのちょっとね議論のボクシングってできなくなっちゃった。松尾隆さんも出演されなくなっちゃいましたしね。ああみんなが楽屋で俺が骨を折ってるからね、バキ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 だからね、なんかこれはまだ僕も最近この6年ぐらいの番組出させてもらってますけど、うん、視聴者として見てた時にある時期ほとんど議論がない時期があったんで、ちょっとそこがね、うん、あの番組の売りって VTR じゃなくてやっぱ肯定派と否定派のバトルだなとは思ってたんで、中澤君が出るようになって大槻さんが元気になっちゃった新しい獲物が見つかったってでも僕実は去年の年末大槻教授に褒められたんですよ初めて。今までは僕の言ってること全否定だったんですけど、大槻教授が去年の年末最後に、僕も現場で気づいてなかったんですよ、大槻教授がボソリと言ってるから、うん、放送見て初めて気づいたんですけど、大槻教授が僕の言ってることにうまい論理だなっていうふうに言ってて、ちょっと感動はしました。なんか人間丸くなってたもん。いやいや、あれは、うん、ああいうふうにこう緩やかに褒めといて、うん、後で来年もう起きる僕でもね、山口さんとの違いで言うと大槻教授追い詰めたくもないんですよ別に、ね、追い詰めて叩き切るまあそういう意味で言うと僕はあの番組のカラーに乗っかってるようで乗っかってないのかもしれないですけど、そんなに喧嘩がしたいわけでもないっていうところも、いやもう喧嘩してもへし折るよへし折って叩き切るよ、そういう規約がないとオカルトを守ることはできないから、なんか視聴者として十数年前テレビ見てる時っていうのは、うん、オカルト否定派っていうものの、うん、なんていうんですかね、一番最先端に大槻教授がいると思ってたんですけど、うん、どうもそうではないなっていうふうに思ってきて、うん、なんかその大槻教授が認めればオカルトは認められるんだと思ってた時期もあったんですけど、どうもそうじゃないな、うん、で俺は実は丹波哲郎さんが生きてた時、はい、あの番組でね閻魔大王の座があったんだ一つ、はい、あの上の方にで俺出て、実は俺ね肯定派と反対派と両方切っていったんだよ。見てましたよ、それ見たから普通に視聴者としてお前どっちだってことがあって、はい、それからもう抑えちゃったんですよね、うん、でもねあれでも山口さんも割とそういうとこあるんですけど本当にガチでやろうとしたら 100% 信、まあ大槻さんは僕プライベート知らないんで分かんないですけど、うん、肯定派でも多分 100% 信じてる人の方が珍しいと思うんですね、うん、むしろね、要はどっちの意見も本来持ってるはずですからね、うん、だからね、うん、イエスかノーかで2つに割るっていうのが、うん、あまりにも頭が悪い話であって、うんうんうん、みんなその案件ごとに違うじゃない。本当はそうですよ。だからもっとごっちゃになって議論すればいいものを、うん、まあ今でも別にテレビ以外でもそうなんですけど、例えば飲み屋とか行って初対面の人と喋る時も、うん、オカルトの話になると結局みんな信じてるか信じてないかって聞くから、うん、結局普通の人はオカルト細かく好きな人はもっとグレーなものいっぱい考えてるんだけど、普通の人って結局信じてるか信じてないかでしか見ないですし、テレビも普通の人に合わせるとそうなっちゃうのかなっていう気は。セキュルバーグ余計そうなったな、信じるか信じないか、あなた任せ。あれは発明、あなた任せじゃないですか、あなた次第次第まあ我々でね、うまい発明だと思いますけどね、うん、エンターテインメントとしては、うん、あれはでも不思議だと思うのは、信じるか信じないかはあなた次第ですっていう風に言ってるのに、すごいファンの人はもう信者みたいになってる人いっぱいいますよね、全部。そうなんだよね。あれどちらかテレビ局の方の立場、はい、あれ助かってたんだよ。はい、で責任はそちら側ですからって、テレビで作る方がもう、うん、責任を放棄しちゃった。まあでもよく聞くのが、そのどこのテレビ番組でもオカルト番組ってほとんど司会者が芸人さんじゃないですか、うん、あれって言ってしまえばこれは報道じゃなくてあくまでもバラエティなんですよっていう何かあった時に、うん、まあだからやりすぎ都市伝説に限らず、うんうん、基本的にはこれは報道じゃないですよっていう風にテレビのオカルトが作ろうとしてるんだろうなっていうのは、あそこはずるいんだよね、うん、だからテレ朝で去年ね、はい、俺と中澤君が騙し討ちみたいなことにあってしまって、騙し討ち、そうそうそう、あんまりどこまで言っていいか分かんないあの
ね、イッタモメンっていうユーマがいると。おーおーイッタモメンって、まあ、空飛ぶスカイサーペンみたいなやつが、うんうん、これはでももうこれねフェイクだから、うん、これいるとは言えないよねって話はしたんですよ、うんうん、それなのにやっぱりじゃあいるっていう体で言ってくださいよって言って、そっち守ってくださいよって言って、それじゃあそのアングル飲むわって言ってアングル飲んで、はい、じゃあいるいますって言ったら、ほらこれこのビニールが飛んでたんですよって言われちゃったんだよね。まあだからそれひどいな。で中澤くん泣いちゃったんだよ、まあ、まあね、でもね難しい、泣いちゃったのか、まあいろいろあったんですけど、でも俺が血圧がブーって上がるのが分かっててめえこの野郎ってもう無事切れたんですよ。でもね、まあ、やっぱ結局テレビは、まあ、これ別にいろんな番組ですけどいろんな人と話してると、例えばそのネッシーについてコメントを求められた時に、これは僕の先輩の体験なんですけど、うん、まあ、そのいろんな説を言うわけですよ、うん、でも20分ぐらいネッシーについてのいろんな話して、うん、使うところは結局プレシオサウルス説のとこだけがやっぱオンエアされるっていう、まあ、これどこもそうで、僕も今まで散々それあったんですけど、うん、基本的にテレビの人が求めてる答えっていうのはもう最初から決まってて、うん、でまあ生じゃない限りは僕らもいろいろ言うわけですよ。で僕とかは多分テレビのイメージだと相当一番ドビリーバーみたいなキャラに見えると思うんですけれど、うんうん、確かにそういう発言もしてるんですよ。してなきゃオンエアできないんで、うんうん、でもそうじゃないところはまあ基本世には出ないってい う, う、ね、いだから中澤君のねそういうスタンスはテレビマンに対しては、はい、制作側に合わせてるスタイルは分かるんですよ、はい、僕も君ぐらいの位置から出てきたんだったらそうしたと思うよ、はい、でもね意地を張って、はい、俺はテコでもこの考え方は曲げないっていうぐらいの頑固な意志を持って、はい、ね、たたき切るやつは、はい、邪魔なやつは全てたたき切るぐらいの規約を持っていかないと、はい、オカルトの流れは変わらんからな。プロレスだな、まあ、そういう気持ちは僕はあんまないかもしれないけどなんでね、実は、はい、俺はい、昔ね、はい、0時ちょっと過ぎぐらいから朝の4時ぐらいまで、はい、毎日、あ、月曜から金曜までかな、はい、そのテレ朝でさ、プレステージ、プレステージって、はい、それ生放送なんだよ。生はいいですね。生なんだよ、はい、だから編集できないから、うん、好きなこと言えんねん。それそれずっと出てたよ。もう本当に生の討論番組は夢ですね。だって生をやんなくなってから、うん、使うとテレビはいい子ちゃんになっちゃって、大体僕あの番組出てても自分のとこもそうですけど、山口さんが言ってるところでどこをエンアされてどこカットされるか全部僕の予想通りですね。もうここ数年は、うん、山口さんがなんか隣で言っててここ僕的には好きだけど 100% オンエアされないなと思ったらやっぱりオンエアされてないですし、要はね、生は肯定派にしても賛成派にしても本当にやれるんだよ。まあ討論は本当は生で一切編集ないやろ。あの、で行き過ぎると、うんうん、ね、アナウンサー、まあまあ、あの局の人がちょっと申し訳ございませんって、うん、あまり数学の話や。だからオカルトじゃなければ朝まで生テレビみたいに、うん、むしろ討論は生のがいいって考えがテレビの方もあると思う、ね、だからその朝まで生テレビは実はその時生き残りなんだよ。土曜日だけは月1回、うん、あの政治討論やらしたわけ、うん、あれに、ね、だからオカルト界をやったから総一郎の司会で僕らがみんな出てそれをやれば一番いいかもしれないよね。もう うん、そしたら俺最強になるよ。あ、でもそうだね。でも俺最強だぞ。全員ぶったぶったぶったぶし、まあそこら辺は僕わかんないですけどでも山口さんを誤解してる人もいっぱいいるなと僕正直思うんで、それ、ね、生の面白いかもしれない。いいとは思います。朝まで生オカルトだったら、うん、あのムーからもミカル編集も来ると思うんで、はい、まあ、そのオカルトの、ま、テレビの変わり方に考えていくと、うん、やっぱあのオウム事件っていうのが、うん、あれ以降テレビの作り方、オカルトの扱い方っていうのは大きく変わったと思うんですけれど、飛鳥、うん、先生なんかはオウム事件より前からテレビに出てた方じゃないですか、うん、あの実はね、僕あんまりこう言われて、あ、自分でも言ってないんだけど、はい、20代からもう毎日放送からカンテレからずっと出てるんだよ、はい、で東京にも引っ越してきた時も出てるのね。でちょうどオウムの時一番ショックだったのは、その後10年間、うん、オカルト干されたんだよね。番組は一切やらなくなった、はい、うん、この失われた10年って結構大きいんだよ、うん、あのオウムをちょっと面白く扱いすぎたのがあって、ね、あのトンネルズの番組でちょっとね、うん、人生相談を朝原翔子が受けるとかね、普通にバラエティ番組にいっぱい出てましたよね。そうなんですよ、ね、あれはオウムのメディアを使った戦略だったんだけど、うん、それにまんまとマスコミに乗ってしまって、うん、まあ、その反動だよね、うん、反動で一切もう
オカルト的なものは全部ダメっていう、うん、だからオウムがダメだったらいいんだけど、うん、ああじゃあオカルトも似た分野だからダメってされちゃったっていうのは結構きつい、うん、な僕はそのオウム事件があった時に中学生思春期の頃だったんですけれど、うん、まあ学校でいつもムーとか読んでるのは中学生だったんで、うんうんまあ、本当にねすごい今でも覚えてるのが体育の授業の時に2クラス合同だったんですけど体育の時は、うん、もう全2クラスの全生徒の前で体育の先生から中澤お前オウムじゃねえだろうなって言われたことがあってそれはそういうね何だろう、 もう多分全国の少年少女がオカルト好きの少年少女がオウムによって多分そういういじられ方を魔女狩りだなうん、でも本当あったと思いますよ。俺は働いてた会社で、うん、あのウランをね、はい、あのプルトニウムとかウランの輸送をやってたんですよ、うんはい、そのセクションの盗聴ルート、うん、運ぶルートを、はい、オウム真理教の信者が調べたんだ、うん、オウム真理教が強奪しようとしてたんだ、うん、で、まあ、怖いなってうちの会社も、うん、そういうスパイが入ってるのかなと思って見たら、うん、なんかパートで来てるおばさんが一生懸命なんかコピー取ってるんだよ、うんでコピーの取り方教えてあげるよってやってあげておばさんが原稿忘れて帰っちゃったのよ、うん、あおばさん忘れてるよってパッと見たらオウム真理教の教義の本だった怖いねでも俺はもう見なかったことにしようと思ってる怖いねいやでもザラにいたね、うん、あっちこっちにいたよあのサティアン突入したやん、はいはい、あの時もちゃんと警察関係言われたけど俺の本もいっぱい転がってたで実際プラズマ兵器も作ろうとしてたし実際あの亡くなったあの市役所のおじいちゃんかなあれ、やがれたんだよねあれああ VX がやられたあ VX だけど焼却するときにあのその日がさ朝原の子に移って朝原が逃げて水かけたっていう話は全部警察から聞いてるいや本当にまあ間違いなくあれはオカルトの悪い例じゃないですかオカルトのものを見て、うん、まあオカルトだけじゃないですけどねアニメとかいろんな SF 映画とかいろんなものが元ネタになってますけど、うん、オカルトが一つのトリガーになっちゃった事件になることはもう間違いない、うんいやないのであれはねオカルトとカルトを一緒くちゃにしちゃって、うん、カルトイコールオカルトってしちゃったの、うんまあ、メディアはしちゃいましたねあれカタカナで書くからさおかしいおかしいあれスペル違うからな、うん、あのカルチャーセンターのカルチャーっていうのがあのいわゆるカルトのと同じスペルなんだ、はい、だからオカルトって意味ちゃんとカタカナにしちゃうとさ、うん、同じ風に感じがして結構今も多いと思うよあのオカルトってのは確か要は隠されたものだよな、うん、だからはっきり言って欧米で言うと神の知識ってやつや、うん、ところがあのカルトっていうのはあの要はあのカルチャーの文化とかさなんか、うん、偏った、うん、そうそう偏った特定の分野特定でも宗教関係とか、うん、まあさ神と通じてるようだけど実はちょっと違うんだよなあれ違います上から来るやつがオカルトでカルトっていうのは人間どもが勝手にこうぐちゃぐちゃ作っていって、うんうん、まあそういうような意味やわやっぱり基本的にもちろん厳密に言うと違うもんなんですけどやっぱり親戚同士じゃないですけど関係はしちゃうじゃないですか、うん、だからまあそれこそサティアンの中に飛鳥先生の本もいっぱい置いてあったわけですしというかあの〇からもちゃんとファンレター言ってるんですあのそう言っていいですか刑務所から言っていいんなら本人が言ってるからもういいんだよもう時効や時効かなほんでさ、うん、あの僕は今苦しんでますんでこの謎を解いてくださいって来るよちゃんと刑務所あのちゃんと彼のいる刑務所からザ反抗してくるのいやもちろんだからやっぱオカルトを扱ってる人ってあの事件絶対忘れちゃいけないと思いますし、うん、僕は基本的にはオカルトはあんまり命に関わることは言わない方がいいと僕は思ってる人なんですよ、うん、例えば、うん、ネッシーとか宇宙人の話っていうのは、まあ、それによって、うんまあ、事件とかが起きることはまずない、まあ、ゼロとは言わないですよ、うん、ネッシーに関することで何らかの傷害事件とか起きちゃう可能性もゼロではないけど、まあ、あんまないじゃないですかないなでも陰謀系とかあと超能力系っていうのは一歩間違えると、うんまあ、未来予言とかね、はい、ああいうもので一歩間違うと人辞任が関わっちゃう高学歴多かったな高学歴多かったです、うん、東大系とかさそうですね あの事件だから衝撃的だったのは今まではそうオカルト的なものを盲信する人イコールバカだっていうイメージがあったけど本当あったと思うんですよ本当オウム事件前って、うん、でもすごい勉強してる人が学があると思ってた人がああいうことが起きちゃうっていうのも、うん、やっぱ当時は大きい衝撃だったと思いますよね、うん、そうだね、まあだから俺随分だから信者を救ってアスカリアンアスカの本読んでる人見たからオウムを随分助けたオウムじゃなくてこっちを信じろみたいないや俺の本を利用されたんだよだから彼らほらなんかオウムを誘うためになんか小さな、 なんかパンフレットみたいな配ってますね配ったやろ、はい、俺ちょっと気になるから読んでみたよ
うん、俺のはそのまま使われてるんだよ、あのプラズマの兵器とか。名前、飛鳥さんの名前が書いてあるんですか。いや、理論だけ。あ、理論だけね。よく津田の前で配ってたのが、よく分かってたの。あのパッチワークだから、あっちからもこっちからも。飛鳥先生はすごいですね。YouTuber からも、オウムからもパクられてる。パクられ放題じゃないですか。じゃあ漫画もそうやね。やっぱりあれじゃないですか、追い詰められ、経済的に追い詰められている、なんかあの9999会社でいじめられている、やっぱり孤立を深めている、そういう精神的経済的に苦しい人がそっちに飛びついちゃうんじゃないですか。だから結局その、まあ、僕は本当にないんですよ、破滅思想が。でもあるんですよね、うん、そう思ってる人がいっぱいいて、破滅を求めちゃう人たちっていうのが多分ド M だよね。なんか日常の延長よりは日常が壊れちゃう方が嬉しいみたいな人が本当に結構いるみたいで、僕は逆に言うとね、そういう人たちこそ終末論とかハマるぐらいならネッシーとかハマるよと思うんで、ネッシーとか土の子とかと考えてたら世の中滅んでほしい絶対思わないはず。ネスコで歌うんだ。そう、ネスコで歌ってた方がいいと思う。鈴木亜美よ、本当に。いやでもね、結局そのオカルトで流行るもの、都市伝説もそうなんですけど、まあ、不安感を煽るようなものが一番広まるし、テレビでもこれ別にオカルト番組に限らずですけど、ワイドショーとかが本当そうなんですけど、不安を煽ることやると数字取れるんですよね。でやっぱ人類滅亡とかっていうのは、まあ、ネスコに怪物がいる話と比べて数字取れるのはやっぱ人の不安を煽るからですよね。まあ、口裂け女とかももっとちっちゃいところで言えばそうかもしれないですけど、人の命を奪うもんとかの方がやっぱり広まりやすいっていうのはオカルトの全体的な傾向としてあるとは思いますよね。僕の記憶では、はい、子供の時ほど死ぬことが怖かったね。ほんでね、二十歳ぐらいになったら別にどうでもよくなってくるんだけど、でこう一周してマラソンでこうターニングポイントでこう今度こう、ね、年こう近づくわけ。ゴール付近じゃないですか、その表現の仕方。いやだからまだ結構手前ですよ。うん、そうそう、まあ、だから何というかっていうと、はい、人は死ぬやろ、はい、その死ぬことが怖いから、うんうん、これは絶対ね逃れられないんだよ、うん、不安から、うん、だからそこをオウムは利用したんやろな。そうですね、だから結局いろんな宗教ありますけど、基本的には死の恐怖が一番の、ね、材料には。みんなもう平等で襲ってくるわけから、うん、だからある意味ユーマとか UFO が好きな人は、はい、平和な人なんですよ。でも本当思うんですよ。真面目な話、例えば竹下さんの番組で言うと、竹本涼さんとかニラサワさんってポジティブじゃないですか。ポジティブ。僕もそうなんですけど、ユーマ UFO 好きな人って破滅とかにハマる気持ちが意味わかんないですよ。滅んだら嫌じゃんと思って、うん、だから本当に同じ仕事する人も多いからあれなんですけど、陰謀論とか広めてる人、僕本当に心の中でボコボコにぶん殴ってます。本当嫌いなんですよ、陰謀論広めてるやつ。僕は本当に破滅思想とか広めてるやつが、ただあれが儲かるからやってるっていう人が多いよね。それはすごい分かるのは、YouTube とかでもいろんなジャンルやって、オカルト系の YouTube の人たちも最初はユーマとかもちょっとやってたんですけど、陰謀やった人方が明らかに再生数いいって気づいた人が、気がつくともう陰謀しかやらないチャンネルみたいになったりするから、やっぱり圧倒的に支持されるのは人の不安を煽るものだったり、まあもちろんその不安だからこそここに救いがあるんじゃないかってすがる人もたくさん出てきちゃうっていうのはね、あるんですけどね。これもう答え簡単やね、うん、さっき言った以外にな、はい、日本ではもうどっちかというと日本人の宗教って言ったらさ、まあ、なんだろう、無宗教って言われてんじゃん、はい、とりあえずは八百万の、はい、うん、はい、だ世界はちゃうね、うん、聖書、イスラム教、仏教含めたら全部終末論ばっかりやね。そうですね、だから海外がほとんど終末論で、うん、日本だけは別に、うん、なんか隔離地帯みたいになってるわけや、うん、だから土の子とかできるわけや。逆に言うとそういうものがない日本で後藤弁さんはあれを持ってきたから、ぶち込んだわけ。それまでそういうものがなかった日本だから、うわーってみんな盛り上がっちゃった。そうや、だって免疫ないもん、ね、まあ、末法思想とかそういうものもあったことあったんだけどね、うん、はい、まあ、もちろんただ一般的ではそんななかったっていうんですかね、日本では、まあ、現代日本は、現代日本においてはね、うん、だから
そういう意味で言うと世界のそういう潮流が、うん、まあノストラダムスとかね、うん、なんかいろんな形でこう形を変えて入ってきたわけ、はい、そこは本当僕お二人のよかった。僕はどっちもファンの時代、こういう仕事してなかった時代に、うん、まあ、まず99年の前はまだ僕山内先生の本読んだことないかったはずですけど、うん、まず飛鳥先生の本はかなり早めに99年人類滅びないって俺らが変わってた。だから小学生の時点で僕は安心してましたし、で山内先生も最近特にいろんなところで、うん、いろんな予言の様子が出るたんびに滅びないよって発信してるじゃないですか、うん、ここはすごいお二人 の、うん、やってる大事なことだなと思います、ね、いやもうだ潰していかないと、うん、そういう終末論とか、うん、予言とかそういうものを全部潰していかないとダメだから過激やな、まあ、否定すればいいでもねこれに関してと僕ね珍しく戦う山口さん僕全面肯定なんで、ね、この戦いはいいこといい戦いだと僕思ってるからでも先生だと宗教戦争だろいや本当危険なんですけど、ただオカルトの中でも予言っていうのは数少ない完全否定しやすいジャンルで、例えばネッシーとか宇宙人の話ってもちろん怪しいとは思うけど、うん、完全否定するのは、まあ、事実上不可能だと思うんですね、うんうん、でも予言っていうのは外れたことがはっきり分かるからやっぱりそこに支持してる、例えば予言者の中でもほとんど当ててないのに、うん、まあ、100個ぐらい予言言ってそのうちの2つ当たってる人にすごい支持してる人がいっぱいいるのとかは、超常現象肯定派の僕からしても不可解な思想、うん、完全に外れてても、はい、これは繊維と三つしか当たらないでもほとんどそうですよね、予言しちゃう人はね、うん、ずれたっていう言い方で逃れる人は結構、ね、逃げ道をあの人たちは作るんですけど、ジュセリーノとかな、必ず予言が1年ずれたとか、うん、でも1年経ってもそれが実現しないで、ちょっと前もだから、まあ、名前は出さないですけど、うん、ある予言者の人が、うん、次の選挙はトランプ負けるって言ってたから当たったみたいに言ってたんですけど、その人の予言めっちゃ調べてたら、ね、僕実は2年間ほどね政策側にいたんだよ、徳川埋蔵金、相方で関わってた、うん、でもあれは突然終わるわけや、終わるわけはとんでもないことが分かったわけや、オカルト否定論が勝たなきゃいけないっていう前提状況はおかしい、それは絶対おかしい、おかしい、フェアにやって俺絶対負けねえから、山下さん言ってくると30% ぐらいはすごい納得肯定してるんですよ70% は違うなと思ってる隠されたもの、これがオカルトの本来の意味である。空前のオカルトブームから40年、オカルトは新次元に突入していたのである。オカルトなんてと思ってる人をマジっていう風にさせないといけないと思って、ノストラダムスですか、全く新しいネッシーの正体にたどり着きたいなと思います。我々にはオカルトが必要なんです。ネッシーを撮影したいですよね。あれ今もって僕は信じてます。 I entered higher realms。 あれ、これが恐怖の大王なのか。超能力者はニュータイプの人類ではないのかなという、マジシャンには全てできると思うんですね。地球のラストを公開いたします。人類の進化や未来はネッシーにかかっているんです。さあ、僕たちは責任を持って、オカルトが持つ人を本気にさせる魔力、徹底検証していきます。 So maybe your spoons could bend too. Ready? Let's go. 曲がれ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 。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。